千葉からの参加でも長いことね、毎年毎年来ていただいてます。朝日市でしたっけの アクトさんです。お願いします。皆さんこんにちは。千葉県は旭市から参りましたアクトと申します。今から踊る曲は江戸湾あきんど商売人のことを描いたなりわい節と言います。はい、でこの曲はフリーポーズというところがありまして3回あるんですが、そこをちょっと今回はぜひ注目してください。テーマ3回ありますが、1回目は気をつけで、2回目は拾い食い、3回目は自由です。はい、そこちょっと注目してみてください。で、あと飛び入り参加も大歓迎です。踊れる方いればぜひぜひ、はい、踊ったことない方もぜひぜひよろしくお願いします。ね、今日の茨城よさこい全力で楽しんでください。はい、それでは早速始めたいと思います。